おきげんよう、サックス奏者のゆっこみらーでーす。今日の企画は検証、プロのサックス奏者はどのくらい息を止めていられるのか。それではやっていきたいと思います。洗面器に水を用意しました。ここに顔をつけて限界まで我慢したいと思います。それじゃあ早速やっていきます。プロのサックス奏者は一体どのくらい息を止めることができるのか。選手はプロサックスプレイヤーゆっこみらー。ミラクル星出身の5歳で剣道は初段。普段の練習で鍛えた肺活量を見せつけることができるのか。さあここで15秒を超えてきた。このままどこまで息を止め続けられるのか。20秒を経過。そろそろ苦しくなってきたか。いや、まだまだ余裕ありそうです。ピンク色の髪の毛を濡らしながら頑張っております。さあここで体勢を変えた。もう限界か。いや、まだ息は残っている。顔は濡れてもまだまだ元気いっぱいだ。メイクや髪色が落ちないかこちらが心配になってくる。40秒を経過しても動きは全くありません。余裕の表情、表情は全く見えてないですが、そんな様子が伝わってきます。さあ50秒を経過。どこまでも続く息止め。ゆっこみらーの肺活量は無限大なのか。57、58、59、そしてここで1分の大台に乗ってきた。そろそろ苦しくなってきたのではないでしょうか。肺の中の様子はどうだ。まだ酸素は残っているのか。見ているこちらも息が詰まる思いです。おっと、ここで息が漏れた。これは限界か。ちょっと待って、北口さん、記録は？え、そんなに？まだ30秒ぐらいかと思ったんだけど、え、もっといけそう、もっといけそう、もっといけそうな気がする。ちょっと今なんかまだいけそうだったんだけど、とりあえずちょっと上がってきたって感じ。もう一回いきまーす。なんかまだいけそうなんだけど、やっぱりなんかそろそろ上がろうかなってなるんだよな。自分の限界ではないんだよなって感じだから、もう一回だけやってみたいと思います。びっしょびしょなんですけど、なんか割と普通でしたね。特にサックス奏者だから長く息を止めてられるってわけでもないだろうし、なんだろう、でもなんか訓練したら結構長い時間息を止めていられそうな気もしました。そんな感じ。検証結果、プロのサックス奏者でも普通。この動画が良かったら